はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の点と直線丸1をお送りします。で、こっから新しい章のスタート、まあその1本目ですね。で、本当はポイントとかで、まあ、取り上げようとかと思ったんですが、内容的にね、簡単なので、まあ、問題を解きながらやってる感じにします。で、問題は7問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、新しい章の1本目やっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず上3問、こっちだね。で、何求めるかっていうと、次の2点間の距離求めます。で、これは、その2個のね、2点間の距離を求め方ちゃんと覚えてほしいんだけど、これとか、もうイメージしてほしくって、A が3、B が9なのね。で、これ数直線で考えるとすごい簡単なんだけど、こう数直線があるでしょ？で、ここに3、A があるわけですよ。で、ここにまあ9で、B があるわけだよね。はい、ここの距離いくつって。それ聞かれてるだけ。もう3から9だったら6ってわかるじゃんか。だから答え6なんだよ。それで終了なの。本当はね。なんだけど、まあ、2点間の距離を求めるときはこうやってやるんだよなっていうのを覚えておいてほしいので、ちゃんとしたやり方もぜひ覚えておいてください。で、 AB 求めたいので AB 求めるんですが、これ絶対値使います。で、絶対値の中で AB 求めるときは B から A を引き算してください。だから 9-3 だよね。こうやって、で、なんか計算すると絶対値の6で、絶対値の6っていうのは6と同じなので、だから答え6だよって。いいかな？数直線書けば分かるよって話なんだけど、まあ、数直線書かなくてもね、頭の中で想像でいける子もいると思いますが、まあ、こんな感じで解いてください。だから、同じようにやっていくと、2番もね、AB、絶対値 B から A 引くので、2-5。だから、もう先にプラス5に変えちゃうよ。こうね。で、絶対値、ここイコールおかしいね。7。つまり、答えは7と。ね、こうなります。で、じゃんじゃんいきましょう。次、O なんで、まあ、原点と A のマイナス7。もうね、原点とマイナス7っていくつ離れてるって7に決まってるんですけど。でも、ちゃんとやると、OA。だから、-7-0。で、絶対値-7。で、絶対値-7は7と。同じなので、これが答え7という感じになります。いいかな？なので、まず2点間の距離求めるときは、こうやって絶対値を使って、で、中引き算してね、求めるんだと思っといてください。ただ、2点間の距離っていうのは、その、こことここの距離、いくつ離れてるのっていうのを求めてるんだっていう、そのイメージもぜひ持っといてください。これ、今後に使えるので、そのイメージがね。よし、じゃあ行きましょう。次、下ですね。では、こっちは新しいかな。で、まず2点が決まってます。A がマイナス1、 B が7です。で、これを結ぶ線分 AB、まあ AB があるわけだよ。で、これについて次の点の座標を求めようと。で、1つ目が3:1に、これ内分って読むんですけど、内分する点です。で、内分って何か。これは、内分する点のことを内分点って言うんだよ。で、もう一個、外分で出てくるんですけど、外分する点を外分点って言います。で、内分点と外分点、まず求め方覚えてください。今からやるからね。で、それも覚えてほしいんですが、もう一個、内分点と外分点って何っていうのをぜひ覚えてください。どういうものなのかっていうね。で、まずそっちから説明します。で、内分点なんだけど、今、-1と7でしょ？で、これもちょっと消しちゃいますけど、-1、ここ A か。ちょっといくね。0でしょ？ 1,2,3,4,5,6、ギリ入った。7、ここ B だね。で、まあこうなってると。ね。で、内分っていうのは内側で分けると書くので、AB、このね、AB を内側に3:1に分けるもの。で、先に答えから言っちゃうと、これここなんだよね。ここ。これが C になります。なぜかっていうと、ここ、ここを数えると、これ1、2、3、4、5、6で、これ6なんだよ。で、こっち1、2だから2でしょ。つまり6:2、2で割れば3:1だよね。
AB を3対1に内側に分けてるので、これが内分点って言います。内側で分けるからね。だからこれでね、数直線書いちゃうと、あ、ここか、7、6、5、あ、5じゃんって、5、答え5なんだよ。でもそれでもいいんだけど、今後のことをね、考えて必ず内分点の求め方を覚えます。で、どうやるかっていうと、まず3対1に内分するので、この3と1を足して4分のにします。覚えてね、日の部分を足して下に来るんです、分母に。で、次に俺よく罰掛けって使うんですけど、ここで今 AB を3対1に内分でしょ。だからこことここ、こことここを掛け算します。で、今 B が7だから3と7を掛けて21です。1と A、 A がマイナス1なんで、1かけるマイナス1でマイナス1。今かけた2つのものを足せばいいから 21-1 になります。そうすると分子が20でしょ。4分の20、つまり5になります。 C の座標はね、いいかな、まあ、ちゃんと書くのは C かっこ5って書くべきだけど、ちょっと今回ね、幅の関係でこう書かせてくださいっていうのが内分点の求め方だから、次はもう図書きませんけど、1対3、今度は1対3ねに内分する点 D ってきたら、 AB を1対3に内分してるので、ここ罰掛け使うと。で、内分だから、まず 1+3 をして、同じく4分のからスタートする。で、まあ、1と7だよね、 B ね。だから掛けるから7。これどっちから掛けてもいいからね、答え同じになるから。で、 A がマイナス1なんで、3とマイナス1掛けてマイナス3。だから4分の4になるので1になります。 D の座標はね、いいかな、まあ、これが内分点の求め方です。で、次が外分点なんですけど、で、外分点はですね、今度外に分けると書きます。で、これちょっとね、ちゃんとした図は書かないんですけど、 AB を3対1でしょ。で、ちょっとこれ使うね、もう一回。 A と B ここにあります。3対1、外に分けるので、結論としてはこう来るの、こっちに。ちょっともうちょっと本当遠いだろうけどね、ここで、こう戻ってくる。これが3対1になるところを探したいの。いい？3対1です。で、もし1対3に外分って言われたら、今度こっちです。1対3となります。1対3、大丈夫かな。それが外分、外に分けるっていう、こっちちょっとイメージしにくいですけどね。で、まず求め方です、ね、内分点と分けてちゃんと覚えると。で、求め方なんですが、すごく似てますこれに、このね、罰掛けを使う感じで、結論から言うと、同じように AB を3対1に外分するから、まあ、こう使うんですけど、1個だけ注意があって、3対1の少ない数字、まあ1だよね今回ね、1の方がちっちゃいでしょ、それをマイナスにします。以上です。それをすればと求められる。だからマイナスをつけた状態で、まず下って足したじゃん、さっき 1+3 とか 3+1 で4分のになったでしょ。だから今回は 3+-1 なんで2分のになります、分母がね。で、あとは×にかける。 B が3、あ、ごめん、 B が7だね。で、7と3かけるから、こうやって7321で、 A がマイナス1で、今度マイナス1になってるから、かけるとプラス1だよね。で、プラス1です。で、2分の22になるから11と、これが答えになります、外分点で。最初なんでちょっとチェックすると、今ね、外分点 E が11になったと、E11、 ちょっと狭くてごめんね、こっちね。で、数えてみると、マイナス1から11、この3の部分ね、ここ。ここって全部で12離れてるでしょ ?12、ここね、12。で、11から7に戻ってくる、ここ1って書いたけど。この部分って7と11って4離れてるでしょ。だから、12と4なんだよ、離れてる距離が。で、12対4。つまり、これ4で割れば、3対1になってるでしょ。だから、3対1に外分してるよねっていう。いいかな、まあ、これが外分点の求め方、マイナスをつければいい、小さい方にね。で、ラスト、中点でございます。
で、中点は俺も中学校の動画の方でも使ってるので、まあ、そこでもやりましたが、中点に関してはちゃんとね、イメージをするんだったら、中点って1対1に内分するってことなんだよ。2つのものをど真ん中で分けるでしょ、中点って。だから1対1に内側に分けるから、1対1に内分だと思って求めても大丈夫です、そうやってやっても。けれど中点って言われたらもう2分のです。なぜなら1対1に内分で、この1と1足すからね。だから結局2が来るんですけど、で、あと2分のこれとこれを足すだけです。いい、罰掛けしたら結局同じになるからね。中点って言われたら2分の足すだけ、つまり6です。なんで長くしたとかちょっとわかんないですけどね。だから答え約分して3と、いいかな、こういう風に求めてください。で、まあ上のね、2点間の距離はそんなにここ難しくないですけど、まあ絶対値使うってことを覚えてもらって、で、この内分と外分、これ絶対に覚えてください、このやり方で。なぜなら次も使います。で、今はこう数直線のこういう座標なんで、すごくシンプルだったでしょ。で、次の動画からあの XY 座標に変わります。だから A の部分がマイナス1の3、 B が5の9とかになるの。そこの内分点とか外分点とかが出てくるので、ここでまずやり方をガチッと覚えておけば次もね、楽できますので、ぜひね、あのしっかり押さえておいてください。では、今回は高校数学数2の点と直線丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がね、さっきも言ったように今度はね、 XY 座標の方になっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。